になっているとで、この状況をどうにかしなくてはいけないと、その知事、そのインタビューでおっしゃってですね、まあ、核になるのは信徒になるというようなお答えされているんですが、これも大阪の橋本市長と組んでですね、次期衆院選を見据えて、石原新党を立ち上げてやっていくという決意を固められたというところでしょうか。まあ、なんとでもね、ご想像ください。